はい、皆さんこんにちは、ビジュマです。今回ですね、まあ今更なんですけども、結構リクエストをいただいたですね、まあ、オーバーハンドシャフですね。まあ普通に有名なシャフのオイスやり方なんですけれども、まあこちらのね、簡単なコントロールというものを、まあ、ご紹介したいと思います。まあマジックでもね、すごいたくさん使います。まあ、例えばこれがスペード7です。まあ上に置いてして、シャッフルしますと、こんな感じでございますね。こういう感じでシャッフルするんですけれども、まあこういう風にね、トップにまたコントロールできるという感じのものでございます。まあすごい簡単にできて、マジックにもねたくさん使えるので、今更ながらご紹介でございます。リクエストありがとうございます。それでは Here we go。 はい、それでは解説です。まあ解説ものもね、結構有名なものなのであんまり必要ないかな。まあわかんないですけど、まずスペード7、まあさっきと一緒ですね、スペード7を上に置いて、まあ、シャッフルすると、ウエスイ、はい、こんな感じでございますね。あ、1枚吹っ飛んだぞ。はい、まあこういう感じをね、まあ、コントロールできているという感じでございます。まあそれかですね、例えばこれを真ん中にこう入れてシャッフルしますとね、まあこれでもちゃんとねコントロールできているという感じで、まあトップに維持できるっていう、まあオーバーハンドシャッフルを使ったトップにね、ちゃんとね維持できるっていうものでございます。はい、まずやり方なんですけれども、まあ、オーバーハンドシャッフル自体の解説はまあ今回はまたっくりしますけれども、まあ右利きの方は右手持っていただいて、でこういう風にですね、まず左手の親指で、まあこれぐらい、まあいくらでも量はいいんですけれども、このように取って、まあ、基本的には上下のこう運動をですね、こういう風にやるのは、まあ、動かすのは右手だけでやりますね、基本は。で、左手で親指でカードを取ってあげるという感じでございます。まあ、本当にこれだけなんでね。なので、オーバーハンドシャッフルがまだできない方はこういう感じでね、まずオーバーハンドシャッフル自体を練習してみてください。はい。で、今回のコントロールなんですけれども、まあ、コントロールというかトップカードを維持するっていうものなんですけれども、まあ、例えばクラブの5ですね。を、まずトップに置いて、そして、まず半分ぐらいこのように取ります。そして、次のカードをですね、1枚、このようにトップに乗っけるんですけれども、乗っけるときに完全に乗っけるのではなくて、こういうふうにアウトジョグしておきますね、1枚。こういうふうに。そして、残りをこういう風に重ねると。まあ、要はですね、この1枚が見失わなければ大丈夫です。そして、その次にですね、この出ている頃のカードをですね、こう親指でこのように持って、このカードより上の束をこのように持ちます、今度は。こんな感じですね。そして、また、普通にオーバーハンドシャッフルをするという感じでございます。こんな感じですね。そして、この持っているところの束で止めてあげて戻すと。そうすると、維持できているっていう感じでございます。まあ、表側でやると見やすいですね。こういう風に、まず半分ぐらい取って1枚、アウトジョグしておいて、かぶせちゃいますと。まあ、このアウトジョグしている下が、まあ、トップのカードになるという感じでございますね。こういう感じです。そして、戻ると。はい、以上です。まあ、結構普通にいろんなマジシャンも使ってる技法ですので、まあ慣れてくればね、普通のレギュラースピードでスイスイ、まあ、こういう風にね吹っ飛んでもね、ちゃんとコントロールできますので、まず普通のオーバーハンドシャッフルをね練習して、あとはこういう風に普通のスピードでも、まあ、コントロールできるようになったらいいかなと思います。1枚多かったけど、はい、こんな感じ。最初は表向きでやるといいですね。こういう風にやって、そして、あと、いう感じでございます。まあ、この切る回数はですね、まあ、ご自分のやりやすい速度だったりとか回数を研究してみてください。まあ、これぐらいでね、ちょうどいいかなと思います。で、裏でやってもですね、まあ、普通にこういう風に切ってるだけにしか見えないのでね、まあ、練習すればレギュラースピードでもできるようになるので、ぜひ練習してみてください。ということで、短くはなりましたけども、オーバーハンドシャッフルを使ったコントロールっていうんですかね。まあトップカードを維持する方法でございました。バイバイ。
バイバイ。特に思いつかない。くるりん。チョパ。まあ、あとは単体で行うというよりも、例えば、まあ、クラブの8ですね、今回。で、トップコントロールをして、で、まずトップに持ってきて、で、合わせ技で、ね、またさらに切りますっていうので、使うといいかなと思います。まあ、単体でも使ってもいいんですけれども、それより、まあ、普通の、ね、トップコン、まあ、何かのトップコントロールをして、そして、まあ、合わせ技みたいな感じで使うとね、いいかなと思います。シュイシュイ。